廃墟宿り、レイン・ルインです。アバウト。ストーリー。山で道に迷い、突然の雨にも見舞われ、偶然見つけた廃墟で雨宿りしていました。しかし夜になっても雨が止む気配はありません。スマホは圏外で助けを呼ぶこともできず、今夜はこの廃墟で過ごすしかないようです。廃墟には電気が通っておらず、真っ暗でスマホのライトだけが頼り。でもこの廃墟には何かがいる。この作品はフィクションで実在の人物、団体、出来事などとは関係ありません。注意、画面がちらついたりグラフィックボードがクラッシュするような場合は画質フレームレート上限を下げてください。はい。はい。はい。だそうです。ありがとうございます。ゲーム実況大歓迎ありがとうございます。嬉しいです。だそうです。だそうです。はい。いきまーす。はじめから。レインルイン、雨の廃墟。数ヶ月前に同棲していた恋人と別れ、海と山に挟まれたこの町に越してきた。ボイスあるぞ。今日は昼からその山にある地元の人しか知らない隠れパワースポットに向かった。しかし道に迷った挙句、突然の雨に見舞われた、うん、今は偶然見つけた廃墟で雨宿りしている。フルボイスだ。夜になっても雨が止む気配はなく、ずっとここから出られないでいる。雨の中、長い、知らないぬかるんだ山道を歩くのは危険との判断だったけど、無理をしてでも下山した方が良かったのではなかったのかと後悔している。ほう、せめて運動靴を履いてくるんだ。ほう、マギョーさんね、ビタリアットセンキュー。スマホは圏外のままで、ありがとう。助けを呼ぶことはできない。どうやらこの廃墟で夜を明かすしかないようだ。バッテリー残量は十分で、懐中電灯として使う分には問題ないと思う、うん、多少不気味ではあるけど、こういうところで怖いのは幽霊よりむしろ人間だ。玄関は外から鎖で施錠されていて長い、はい、窓はすべて板で打ち付けられているようだ。なるほど。それに廃墟スポットや心霊スポットというわけではないようで、特に落書きなどは見当たらなかった、うん、でもこの窓ガラスを割って板を外した痕跡がある以上、過去に部外者が侵入したのは間違いない。なるほど。アンディいらっしゃい。ハロー、アンディ、ハロー。センキュー。 I'm ホラーゲームエンジョイ。この部屋で夜を明かすのも嫌だし、家の中を確認しておこう。はい。かくついてない画面、感度が高すぎる。待って、感度が高いのとボイスちっちゃい。マイクのテスト中。これでいい？マイクのテスト中。聞こえております。これでいい？こんぐらいでいいか。こんぐらいでいいか。ハローガイズ、ハローアンディー、センキュー。で、明るさどうしよう。明るさ80ぐらいまで上げてみる。で、あれ、カメラ、あ、カメラ感度あったわ。ゼロでいいんじゃない？やばい、やばい。ゼロにしたら全然振り向けない。どうしよう。マウスをすごい振っても全然遅い、遅すぎる。すごいやばい。ゼロはやばい。10ぐらい？ゼロやば。びっくりした。やばい。10でもやばい。あ、マジか。そんなに？そんなにっすか。10でもやばい。あれ、なってないじゃん。あれ、なってないじゃん。閉じる。ん？気持ちいいな。いや、さっき50だったんだよ。20。大丈夫だね。まあ20ぐらいでいいか。よし、じゃあやっていきます。あんま早くても酔うしね。鍵がかかってる。何？鍵かかってる。どうすんの？あれ、
アイテムなし。しゃがむは左クリティカル。コントロールで。ズームね。ズームに。はい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 。オッケー。忘れた。ズームだ。どうすると、ズームしゃがみ。ズームやしゃがまないと発生しないイベントを見つけられないものがあり、時にはズームやしゃがみが必要になります。闇雲にボタン連打してるだけでは行き詰まります。例えば、外へ繋がるドアは雨が降ってるため、主人公に外へ出る考えがないので、インタラクトの選択肢は表示されません。こういう場合は、注視でも試してみてください。はい。なるほどね。注視を試す？何を試す？じょうろだね。じょうろの中に特になんもない。じょうろの中こんなに見たの初めてかもしれない。エクスペンタブルズでしょ。いねでしょ。何か見つけることができるんですか？鍵がかかってる。どうすればいいんですか？何か引っかかってるみたい。どこに？手に取る。何を？え、鍵あったの？どこに？クローバーの鍵ゲットしたぞ。やったー。クローバーの鍵ゲットしたぞ。これを鍵を使って開ける。はい。開いた。やったね。なんかいる？怖いね。雰囲気いいね、これ。追いかけられたりするんかな？どこだよ、ここ。日本か、ここは。日本か？開ける。棚とかない。棚とかないの？すげえ、下に置くしか下に置くしかない冷蔵庫。マジか、せっかくスペースあるのに重ねなきゃいけないじゃん、上にどんどん。下のもん取る頃にはもう腐るだろ。下のもんめんどくせえ。下のもん取るとき腐っちゃうよ、絶対。もう上から使っちゃうもんな、あんな重ねてたら。絶対上から使っちゃうよ。何これ？ゲームならこの中に手を入れて鍵を探すんだろうけど、はい、リアルでそんなことは絶対にやりたくない。やれよ、ゲームだぞこれ。なんかあるわけでもないのか。ダメ。ゲームならこの中に手を入れて鍵を探すんだろうけど、リアルでそんなことは絶対にやりたくない。中止。画面中原さん大丈夫ですかね、みんな。結構ズームしなきゃいけないってことかな。あ、後で会いに来ます。 Thank you Andy。 Thank you I'm fly game Enjoy。 Thank you Andy。 Andy も Enjoy。 Thank you。 みんなもありがとう、見に来てくれて。あ、なんかあるよ。あそこに見ない？明るさちょうどいい？鍵がかかってる。何？なんかズームがあれば見えないものも見えたりするってことかな。開かない？鍵がかかってる。ダメじゃん。エンジョイプレイホラーゲイ。おお、開いた。お？七市のゴンベイ、空き家のままの屋敷で。便利だな。男の胴体が発見された。発見したのは近所の中学生たちだ。肝試しにこの屋敷に来たらしい。うん、当時は管理が不十分で、ホームレスが住み着いたり。
心霊スポットのようになったりしていたようだ。住宅街から離れた山の中にあるといっても、その住宅街も同じ山を整備して作られたもので、物理的にはそこまで遠くない。ほう。男の頭と手足は切断されており、身元の特定はできなかった。身につけているものや周辺のものからホームレスと考えられている。うん。でおしまいかな。他に、おお、なるほどね。リセット、読み上げてくれんだね。すごい便利だね。読み上げてくれんだ。なんだこれ、鍵か。これなんか置いてあるように見えるけど違うんだ。鍵なのかな。ねえ、読み上げてくれるから。今日はあの口の中ペロペロなんで、やけどしてペロペロなんでいいかもしれない。壊れて開かないけど中に何もないみたい。セリフがあるってことは想定されてますね。ありがたい。胴体バラバラだった。おーへい。怖い。窓にくっついてる鍵ってことですかね。こっちにもあるね。そこだ、そうか。雨すご。殺人鬼的ホラー小説家。いいぞ。荒れていた屋敷を整備し、あるホラー小説家が越してきた。うん。無名の作家で、いくつか出版されていたが、どれも自費出版だった。いくらかかるの。ほとんど金持ちの道楽で、ホラー小説を執筆するにはおあつらえ向きの場所だったようだ。うん。最初は住んでいる家のこともあり少し注目されたが、小説家としてはダメだったようだ。ダメなんだ。企画出版されることはなく、結局は何冊かが自費出版されただけだった。最後は押し入った強盗に殺されてしまった。死んじゃってるじゃん。しかしその後、屋敷からは何体もの人骨が発見されたり、殺人の証拠となるような写真が発見されたりした。その作家は被疑者死亡で書類送検された。ホラー作家が殺人してたってこと。マジ。喉には優しいゲームです。人殺してて自分も殺されたってことですか。やばいね。やばいやつやん。広くね。部屋多すぎんか、ここ。怖い。追いかけられたりしたら俺鍵がかかってる。死んじゃうよ。クローバーってことはスペードとかダイヤとか鍵がかかってるあるんすかね。注視すればいいんだろう。何部屋あるんだ。広すぎだろうマジで。鍵がかかってる。ダメじゃん。このドアの鍵は持ってないみたい。ほう、なセリフ変わったな。おい、クローバーの鍵使ってもなくなんないんだ鍵。お、来ないんだ。鍵がかかってる。おい、あ、ちょっと開いてる。わい、うん、広い。もう、なんだこれ。石膏像ゲットする。待って、回転縮小移動リセットだから特に取るみたいなのないよね。空いてる部屋行きたくね。めっちゃ鍵かかりまくってるし。お、あるやん。もともとこの屋敷は、うん、日本にやってきた貿易商が住んでいた異人館だ。その後いろいろな主を得て、私はこの屋敷を知り合いからただ同然で譲り受けた。いいな。そしてこの屋敷はいわくつきの物件だ。いらない。最初の住人であるこの家を建てた貿易商は押し入った強盗に殺されてしまった。また強盗じゃん。主人とその奥さんは強盗に強く抵抗したのか、相当な傷だったらしい。
子供は山中で発見された。山中で、そからね、カノイでしょ、いらないよ。毎回強盗に殺されてんじゃん、ここの持ち主。困る、困ります。立て付けが悪いのか、びくともしない。怖いよ。大人にはこの隙間は通れそうにない。どうすればいいの、こんなん。足突っ込んで、うーんでいける。テコで、足でテコの原理でいけないか。腕でテコの原理で。何すればいいんだ。全部見ましたけど、お、汚れた容器、裏側にアイテム入ってるとかないもんね。一家心中事件、凄惨な事件があっただけでなく、怖い、大人になった今。旧都会から少し離れた山の中という立地のため、しばらく空き家だったが、ある親子が越してきた。親子、旦那が自然の中で生活、子育てをしたいということで、奥さんの反対を無理やり押し切ったそうだ、しかししばらくして奥さんは子供を連れて出てしまった。あらら。ある日、その奥さんと子供が行方不明になり、警察がこの屋敷にやってきた。そこで旦那が首を吊っているのが発見された。旦那のそばには奥さんと子供の首が置かれていた。なお、奥さんと子供の胴体は見つかっていない。どういうことこれ、呪われてんじゃんここ。どこが開いた、そして。ここ開いてなかった？全部調べたら開くのか。怖え、怖えよ、怖え。雪猫いるでしょ、怖くないかこれ。ちょっと、あ、お尻だ、お尻の像だ、プリケツの像だぞ。これは実際にある絵画。開ける、鍵を手に取る。もう扉閉まった。花の鍵、キャンドル立て3本。何、んキャンドル立て1本。キャンドル立てたりするんかな。おお、このプリケツの像はあれなんだ、プリケツの像は大丈夫？大丈夫？ちょっと、ああああああティンティン、ティンティンが、もうこのゲームでもティンティンを出そうとしてくる。困るよ。てか閉められたか、扉閉められたよ。大丈夫？怖いよ。鍵使って開ける。このドアの鍵は持ってないみたい。どうすんのじゃあ。待って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 、わ、ちょ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 、びっくりした、何が起きたの。なんかここに鍵みたいなあるかなと思ったけど、これブローチだよね。わからん、何が条件かわからんけど開いたわ。条件わからんけど開いたわ。どうも、もう何が条件だったの。絵を見ること、わからん、条件何だったんだ。別に何もしてないぞ俺。お、開いてる。やっぱ1鍵につき1個なのかな。1鍵につき1部屋開く感じっすか。怖い、俺のライトが動いて怖い。自分がライト動かして怖いよ。またいいですか。あ、鍵だ、普通にかけてあった。お前は何？こんなもんない？怖え。鍵縁。うん。ここしかないよ、もう。匂いですね。開いたー、開いた。あ、卵焼き置いてある。卵焼きじゃないの？石膏像。首のとこがない。
卵焼きじゃなかった、目玉焼きかと思ったが違ったね。怖い、誰かいてらっしゃる、怖いよこれ。でも誰もできてきてないね今のとこ。怖い、鍵だ。普通に鍵ある。螺旋の見えねえ、暗っなんだそれ、螺旋の鍵、おしゃれだなおしゃれな、俺も家の鍵これにしたい。みんなみんなも家の鍵これにしようだ、鍵をさなんかおしゃれにしたらホグワーツ感出ない、ちょっとホグワーツみたいな感じでいいよね。ちょっとした日常生活にホグワーツ感を出していきたいよね。あ、ここだ。うわ、地下だ。いやだ。広い。だだ広い。怖。レンガだしかも。怖え。こんなとこで追われたら死ぬ。汚い。そして。お、水。水のやつ。暗。みんな見えてるこれ。暗。何？今一瞬ガタンってなった。広い。なん、どんな形この部屋。この部屋どんな形してんの？めっちゃ広いやん。なんかビニール。これ何の機械これ？セグウェイこれ？セグウェイだ。広すぎる。なんだこれ。サッカーできるぞ。なんだ。カルト教団集団首吊り事件。何それ。この屋敷で集団生活をしていたカルト教団が屋敷周辺の木で首を吊っていた。団員全員と考えられているが、野生動物に食い荒らされており。正確な人数はわからないそうだ、うん、最終的に自殺として処理された。なるほど、めっちゃ泣きを聞こえるねこれ。怖い。子供の泣き声かな、上から聞こえる気がするけど。ダダピロけど特になんもないの、上から聞こえんの。しかも場所誘導ありがとうございます。怖え。どうしたの？お、どこ？どこ？さらに上？どこ？ここ？鳴き声はこの部屋から聞こえるけど、覗いたら何か見えそう。怖すぎる。かわいい。話しかける、どうしたの？かわいい目が大きい。服着てる？足ある？黒い服着てる？見えん。どうして泣いてたのかな。こっちにおいで。おいで。余裕だなこいつ。知らない人について行ったらお母さんに怒られちゃうかな主人公に感情ないのか、すごいな。知らない人じゃないからお姉さんは大丈夫。知らない人じゃない、お姉さんはお隣さんだから。お隣さん、そのワンピースもよく見るし。え、お姉さんのことはよく知ってるよ。私ワンピース着てるんだ。これお姉さんのお気に入りなんだよね。お隣さんってことはいつも玄関に赤い傘を置いてるお家だよね。お隣さん？え？だってここ山道なんじゃないの？山道になんでお隣さんいるの？パパが買ってくれたの。よかったね。お姉さんの名前は草上よ。草上よ。確か天野さんだよね。下の名前を教えてほしいな。みお、すごいいい名前だったマジで美しい桜。天野京子。天野京子ちゃん。京子ちゃんか、よろしくね。他に誰かいるかな。いないよ。ないよ。ここにはいつからいたのかな。
雨が降る前からかくれんぼしてたの？数キロメートル離れたお隣さん、確かに。ここにはよくいるのかな？うん、いつの間にか寝ちゃったみたいなの。ママに怒られちゃうこれって合成音声ですよね、これ。お二人とも多分、声優さんなのかな、これ。それにしたらあれだよ、なんか喋り方が合成音声っぽいけど、合成音声だよね、これ。じゃあお姉さんが一緒に謝ってあげる。だから部屋から出てきてくれないかな。ねえ、ぼよみちゃんみたいな感じだよね。ドアが動かなくてお姉さんは部屋に入れないの。そうだから、これ声優さんじゃないからね、これ。まあ声優さんがあれだけど、ボイスのあれだけど。ぬいぐるみを見つけてくれない？ぬいぐるみ？どんなぬいぐるみかな？うさぎとクマとサメのぬいぐるみ。三つも？この家の中にあるのかな？多分ケンジ君が隠したんだと思うの。ケンジ君？ケンジ君ってお友達かな？違うの、ケンジ君はずっとこの家にいるの。この家にいる。ここはケンジ君のお家ってことかな？違うよ、ケンジ君は自分が死んだことが分かってないの。お化けやん。このお家には何人も幽霊がいるんだけど、みんな自分が幽霊だってことが分からないの。分かんないの？見えるの。みんなに見えないものが見えるの。信じてくれる？信じる。ケンジ君は今もいるのかな？いるのかな？ケンジ君はいないよ。いないの？他の幽霊は今いるの。そこに。そこに？どこに？どこ？うわ、どこ？何もいないけど。いないけど。ひょっとしてお姉さんを怖がらせようとしてる？びっくりした。ごめんなさい謝ったからよし。なんだよ。あ、白之助さん、ちょっと抜けます。ありがとうね、別にキャラといいの。ありがとう、別にありがとうございます。ちょっとチョッパー感ある、確かに。今度はぬいぐるみ探しを館でしろってことか。でも特に追いかけられたりとかしないから、あれかな、ウォーキングシミュレーター系のゲームですかね。喋りかけたら AI が答えてくって。鍵を手に取る。どこに？あ、そんなとこに鍵あった。やった、小さい鍵。小さい鍵ね。なんだこれ。これ知ってる、最後の晩餐でしょ最後の団らんだ、これ。最後の団らん違う？みんなでご飯食べてるのが最後の晩餐で、これが最後の団らんでは、これ違う？違う、これ最後の団らんだ。最後シリーズだダヴィンチの最後シリーズだ。あ、あるやん。結構簡単なとこに置いてあった。これはゾウさんかな。これはゾウさんかな。ゾウさんかな。目が点だ。オッケー、ウサギのぬいぐるみゲット。あるやん。全部ネズミ色なの？熊のぬいぐるみ全部ネズミ色なんだ。ここだ。このドアの鍵は持ってないみたい。こっちだじゃ。このドアの鍵は持ってないみたい。小さい鍵って何？待ってくれ。小さい鍵が開かないんだったらもうあれだぞ。どこだぞ。あれか、見つける順番あるんかな。あったわ、順番あるわウサギ、クマ、サメの順番に見つけなきゃいけない。こんなとこ見たもんだって。最初にウサギ取って、一番最初のスタート地点で、地下行ってクマ取って、で2階でサメだ。誰かいないか。お、もう誰か喋ったよ。誰かいないか。怖い、怖いよ。
誰だよ。このドアの鍵は持ってないみたい。なんだ、誰かいないかってびっくりした。え、下かい、誰かいないかって言ってた。あ、どう、天野京子ちゃんだね。お母さんから警察に通報があって、おい、町内会も協力して京子ちゃんを探してたんだよ。そうなんですか。ひょっとしたらここにいるんじゃないかって思って来てみたら正解だったよ。この屋敷はおじさんが管理してるんだ。そうなんだ、やっぱ感情って大事だね。もうあの声に感情がないから感情移入ができない。でもここは私有地だし勝手に入っちゃダメだよ。感情移入だ。危ないし何かあってからじゃ遅いんだから。棒読みだとなんかホラー感恐れるよな、だいぶ。ところで京子ちゃん一人だけかい。うん、他に誰もいないよ。え、嘘だ。え、ノーマルエンド。ホーム画面のエンド解説もご覧ください。はい。俺はどういうこと、エンド解説。エンド共通。少女が男に他に誰もいないと答えたのは主人公が幽霊だったからです。ゲーム開始時点で主人公はすでに死んでおり、廃墟を徘徊する幽霊でした。あー、確かに幽霊は自分のこと幽霊とはわからないみたいなこと言ってたもんね。気づいてないって。ノーマルエンドとトゥルーエンドで物語は分岐せず、トゥルーエンドでは物語の真相、トゥルーが明らかになります。何？ノーマルエンドは簡単な探索でもう主人公が幽霊だったという一応のエンドにはたどり着けますが、その真相までは謎のままで終わるエンドとなっています。伏線、主人公は幽霊だった。少女は主人公にケンジ君以外の幽霊が今いるのか聞かれて、幽霊、主人公が目の前にいるのでそこにと答えました。そういうことか。本作の、放題廃墟宿りは廃墟で雨宿りではなく、廃墟に主人公が幽霊として宿るから来ています。なるほど、廃墟宿り。補足紙、この廃墟にまつわる出来事が記された紙は主人公が幽霊である伏線をカモフラージュするのが主な役割の小道具です。他にも日本を舞台にしつつ廃墟が洋風であることの説明や、廃墟と住宅街がそこまで離れていないことの説明、少女がこの廃墟を遊び場としての補足の役割もあります。だそうです。トゥルーエンド見たいね。トゥルーエンドってどうすればいいんだ、小さい鍵を使うのか。じゃあちょっとトゥルーエンドも見てみましょうか。とりあえず今回はノーマルエンドでした。どう、チャコイです。外から鎖で施錠されていたから中から開けれそうにない。鎖で施錠されてたの、初体験だね、それは。このドアからは外には出られないし、お、そもそも出ても濡れるだけ。これがフラグ。これがフラグ。これで2階が開いたってこと、鍵。はい、開いたわ。冷蔵庫開けるのとお風呂のやつ開ける。おお、何これ、開ける。鍵がかかってる、鍵かかってる。小さい鍵持ってますよ。お、よし、鍵を手に取る。鍵四角、ここですか。開いた、開いた。空気が抜けたボール、メロンパンみたい、メロンパンみたい。紙を読む、こんなとこに。私はこの屋敷に住むつもりはないが、たまに屋敷の近くでテントを張ってキャンプを楽しんでいる。屋敷は物置として、うるさいぞ。ある時雨がひどかったので、安全のため屋敷で夜を明かすことにした。特に手入れなどはしておらず、屋敷の中は前住者の残留物ばかりではあるが、
防犯的な管理はそれなりにしている。今はホームレスが住み着くなんてこともなくなった。誰かいないか。しかし、この屋敷には何かいる。私は幽霊など信じていなかったが、この屋敷を手放すことにした。誰かいないか。ずっと言ってる。誰かいないか。これでもう見れるんでいいのかな。ウサギのぬいぐるみをクマも。誰かいないか。うるさい。撮ってないもんね。黙っててほしい。これでいいのかな。行ってみるか。じゃあちょっと、どうも。アマの京子ちゃんだね。誰かいないか。お母さんから警察に通報があって、うん、町内会も協力して京子ちゃんを探してたんだよ。そうの？ひょっとしたらここにいるんじゃないかって思って来てみたら正解だったよ。この屋敷はおじさんが管理してるんだ。そうなんだ。でもここは私有地だし、感情ないな。勝手に入っちゃダメだよ。危ないし、何かあってからじゃ遅いんだから。ところで京子ちゃん一人だけかい？うん、他に誰もいないよ。え、これでいいの？お、探索は一旦中止になったから帰るね。びっくりした。河口で子供が引き上げられたらしいの。まだ京子ちゃんと確定したわけじゃないみたい。え？損傷が激しいらしくて、身元の特定には時間がかかるらしいわ。でも損傷具合からして、近くの川からそのまま海まで流されたんじゃないかって。あのアパートは事故物件にはなってないけど、そこの住人は失踪や変死が多いし、何か怖いわ。天野さんのお隣さんは去年から行方不明の女性らしいし。私ですよね。え、京子ちゃんもってこと？お？私は男の声で全てを思い出した。管理人が犯人？もしかしてこの屋敷を管理してるんだ。ちょっと、あの管理人、誰かいないかが犯人じゃってことじゃないのこれ。男の声で全てを思い出した。ほら、あいつに殺されたんだ、私たちも。誰かいないか。Thank you for playing through and to and to 2/2。 イエーイ。これは、カンベルルでよかったっけ？カンベとはまだ感度でいいのか、これは。カンベって読まないっけ？あれ？わかんねえ。漢字がわからない。コードルルなんだ。読めないよ。それも読めないよ。それも読めないし、ヒントも難かったよ。新エンドの。よし。エンド解説。どれだ？一緒かな？待って。あ、トゥルーエンド来た。最後の主人公のセリフ、私は男の声で全てを思い出したは、男に殺されたことを思い出したことを意味しています。ほらー。何を思い出したかではなく、何で思い出したかが重要です。だから少女の言葉ではなく、男の声、殺人鬼の声を聞いたことで思い出したのです。そして男は少女が一人であることを確認し、少女を川に流してしまいます。うえー。伏線一コア。ゲームの冒頭の主人公のこういうところで怖いのは幽霊よりむしろ人間だというセリフが一コアの伏線になっていました。あー、全然覚えてなかったわ。ちょっと感情に感情、セリフに感情がなくて、なんか文章とかあんま覚えてなかったな。そんなこと言ってた、確かに。伏線、主人公は行方不明。町内会の女性のセリフで、主人公は去年から行方不明であることが明かされます。少女が主人公のことを一方的によく知っていたのも、隣に住む住人、主人公が行方不明ということもあって、尋ね人のポスターなどで主人公のことを知っていたのでした。なるほど。さらにそのポスターに行方不明時の服装が載っていて、何度も目にしていたのもあり、そのワンピースもよく見ると少女は言ったのです。なるほど。セリフ全然入ってこないね。
誰かいないかしか覚えてないわ、今作のセリフ。はーい、というわけで、廃墟宿りラインルイン、この廃墟に宿るというのは廃墟で雨宿りではなく廃墟に宿る幽霊、主人公のことでしたと。そして主人公はこの家のこの廃墟の管理人に殺されていたと、京子ちゃんも殺されてしまったというのがトゥルエンドでした。いかがだったでしょうか。うん、まあでもねねね、ちょっとやっぱりあの感情って必要なんだなっていう、感情移入するためにはキャラクターの感情が分かんなきゃダメなんだなっていう、ずっと感情、まあ仕方ないんだけどね、合成音声だから、合成音声でね感情がないから、しゃべりに、なんかやっぱキャラクターに感情がないと感情移入できないんだなっていうのをちょっと改めて知ったなっていうのと、まあでもそんなに怖くなかったんで、うん、あれかな、心臓は大丈夫でした大丈夫でした。いやこれでさ、なんか追いかけられたりとか、追いかけられる系のホラーが一番苦手なんで、うん、追いかけられなくてよかったなって思いました。まあでもね、 Steam でね、あのセールでね、すごい安く購入できたので、すごい、ありがたいなと思いつつ、最後までプレイすることができましたので、いかがだったでしょうか。感想等ありましたら、コメント欄に、動画のコメント欄に書いてくれると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画も見てくれると嬉しいです。お疲れ様です。